里芋、里芋、里芋、学名、エルシャットは、東南アジアが、原産のタロイモ類の仲間で、里芋科の植物。茎の地下部分、海茎と、傭兵を食用にし、傭兵は、随気と呼ばれる。日本の里芋は花を咲かせないと言われるが、実際には、着火することがある。着火する確率は、品種間の差が大きく、毎年開花するものから、 ホルモン処理をしてもほとんど開花しないものまでようである。着来した株では、その中心に葉ではなく鞘状の器官が生じ、ついでその脇から炭鉱色の細長い仏縁法を新調させてくる。花は仏縁法内で肉母花状を形成する。産地に自生していた山芋に対し、里で栽培されることから、里芋という名が付いたとされる。 里芋の栽培品種は2倍体 2n イコール28及び3倍体 2n イコール42である。着火はほとんど見られないが2倍体品種ではよく着火する。種子は浦島草などと比較してかなり小さい。栽培の歴史が長いことから同音異種、異名同種が多い。家エツイのツも、ツノコモ、ハスイモ、ハタ など、ハイモなどのほか、ズイキイモとも呼ばれる。熱帯のアジアを中心として、重要な主食になっている多様なタロイモ類のうち、最も北方で栽培されている。栽培は、比較的容易である。水田などの湿潤な土壌で、日当たり良好、かつ温暖なところが栽培に適する。日本では、一般的に畑で育てるが、アマ諸島以南では、 水田のように水を張った淡水で育てている。淡水状態で育てた場合、畑で育てるよりも収穫量が2.5倍になるとの調査がある。昭和30年代頃までは、高知県や熊本県、五河村などでは、山間地での焼き畑林作農業により、栽培されていた。日本への電波は、稲よりも早く縄文時代後期と考えられている。なお、とすじも、 佐賀県鳥栖市の他に、ヤブイモ、ドンガラ、工房イモ、長野県青木村と呼ばれる野生化した里芋が本州各地にあることが報告されている。このうち、青木村の具法芋群生地は、県指定天然記念物となっている。電波経路は不明であるが、黒潮の流れに沿って北上したと考える研究者がいる。地方独自の品種や、特産里芋も存在する。 秋田県横手市山内地区の山内芋の子、岐阜県中津川市の旧菓子も村に伝わる西方芋。毎年繰り返される経済栽培である工作では、さつまいもやジャガイモと同様にもっぱら親株から分離した種芋を土中に埋める、いわゆる植え付けによって行われる。種種繁殖は品種改良等の交配目的以外で行われることはほとんどない。 未生苗が、親株、生態と比較して、相当小さく生育させるために、かなりの手間を要するためである。採取後乾燥させることなく直ちに発種することにより、容易に未生苗が得られる。万夏から秋にかけて収穫される、昭和20年代の調査では、15品種群、35代表品種に分類されている。日本で栽培される品種は、 小芋での休眠が必要な温帯適応した品種が多く、小芋が多数できる系統の石川合わせ品種群で生産の8割以上を占めるとされている。他に傭兵を利用する随域用の赤随域、矢頭群や小芋系統で比較的体感性がある、エグ芋、群、親芋が太っても小芋がほとんどできない系統である、タケノコ芋などがある。また、 別種ではあるが、ハスイモの茎も、随気として流通している。軽料理に使う辛いもなどの、エビ芋群は、別種のコリクナアンティッカラムの一種である。その一方で、欧米圏では、観葉植物としての栽培がほとんどで、食用品種としての改良は稀である。煮物の材料として、日本では極めて一般的な存在である。各地の芋煮回、芋炊きの主材料でもある。 親芋に寄り添うように、子芋、孫芋とたくさんの芋ができる。これら子芋や、孫芋を、芋の子と呼ぶ。親芋、子芋、孫芋が、会場になる品種に八頭、八頭がり、子孫繁栄の縁起物として、正月料理等にも用いられるほか、茎の部分をそのまま、あるいは干して乾燥させたものは、追起と呼ばれ、食用にされる。主に煮付けなどにして調理されることが多い。 澱粉を主成分とし、低カロリーで、食物繊維も豊富である。独特の、ヌメリは、マンナン、ムチン、ガラクタンという成分による。マンナンは、水溶性食物繊維であるため便秘予防に、ムチンには消化促進、ガラクタンには、免疫力向上作用があるとされる。生では、えぐみないし、渋みが強い。これはある。 種のタンパク質が付着し、周酸の針状結晶が多数あるためで、その結晶が口腔内に刺さることにより引き起こされる。このため加熱等で、タンパク質を変性させることにより渋みは消える。簡単な調理法として、丸ごと茹でて皮を剥き、塩や醤油をつけて食べるということも行われる。また豚汁の具などとして入れられる。里芋の皮を洗って除く場合、 皮がついたままの芋を数多く、桶か、たらいに入れ水を張る。ほぼ隙間なく、数多くを入れ、棒か板で左右にかき回す。板の方が効率的であるが、桶やたらいの内径より少し少ない幅のものとし、板の両端を持って、左右に約60度ほど交互に回転させる。棒や板でかき回すことによって、里芋同士が触れ合いぶつかり、その摩擦によって、皮が剥がれる。 この作業を芋の子を洗うまたは芋を洗うといい、スイミングプールでの混雑などの状況を芋の子を洗うようなまたは芋を洗うようなと比喩的表現に使うことがある。なお、各地の生産地では中が空洞で、そこに水が入るようになっている小型の水車の中に里芋を入れ、それを川や、 水路の岸に軸を渡して水車を回すことで洗浄と皮むきを同時に行うことがある。さっと芋を洗うと手がかゆくなるが、これは茎や球形に中酸カルシウムの結晶が含まれているためである。食品として芋を洗う場合では、この球形の皮の下にから3ミリメートルほどにある細胞内に多くの中カルシウム結晶が含まれており、 大きな結晶がわずかな外力によって壊れて、針状結晶へ変わり、外部へと飛び出る。調理者や作業者が手袋などを用いずに洗うと、皮膚にこの針が刺さって、かゆくなる。手のかゆみを防ぐには、手に重曹、または塩をまぶした状態で作業するとよい。なお、里芋の茎が野菜として販売されている場合もあるが、これは茎を食べられるように、 品種改良をしたものが販売されており、そうではない普通の里芋の生の茎を調理すると、突き刺さるような、えぐみがあり、食用には向かない。里芋は極めて若い時から、中酸カルシウムを針状結晶や細かい、結晶さとして、細胞内に作り始める。やがて、これらが集合して、大きく脆い結晶の塊となる。中酸カルシウムは、えぐみの原因ともなり、えぐみは、 中酸カルシウムが舌に刺さることによって起きるとする説や科学的刺激であるとする説があり他にもタンパク質分解酵素によるとする説がある。里芋は昆虫から身を守るためにこのようなものを作り出していると考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。